ご視聴ありがとうございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からこのように野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。今日はねルリビタキとジョウビタキしか出てきません。ちょっとだけ静止画でね違う野鳥が出てくるんですが、それは何でしょうというねクイズにしてもいいぐらいなんですよね。何度か出かけたことがある場所でね、運が良ければ結構いろんな野鳥に出会えるかなというね期待を込めて出かけたんですがね、何度も言ってますように何か期待して出かけた時に限ってねそれほど出会うことがなかったりねするもんでね、今日もねちょっと現場に到着して、準備にかかりましたところね、昨日の動画で言いました通り出花にねいろんな野鳥に出会うことが多いんですけれどもね、今日はほとんど野鳥に出会うことなくね、往路ですね、まあ行きの贈呈ではね道中ほとんど野鳥に出会うことがなかったんですよね。今日はちょっとこうお天気が、まあ、このように曇りがちでしてね、帰る時あたりにはねちょっと雨が降ってきましたね、普段より、まあ、3分の1程度しか歩けなかったんですが、それでも、まあ、運よくねこのように、ルリビタキがね、最近なんだかルリビタキの撮影攻略したとかなんとか調子に乗ってるそうやないかということでね腕試したろかということでね出てきてくれたようでございますね。私はねそれほど頻繁に出会ったことがね、ない野鳥だったんですが、このように撮影をし始めて意識をしてみますとね結構今シーズンに限ってなのかもしれませんけどもね、いろんなところで、出会えておりますね、実はねこの場所でも一度出会っていた時にねちょっと撮影がうまくいかなかったのでね、何だったんだろうね今の鳥はってね、ちょっと黄色いねおそらくメスの個体だったのかな、ちょっとそういう姿が見えたので、まあシーズンが、まあ、冬の入り口ぐらいだったんですけどね、キビタキが今頃いるのかなってね思ったぐらいなんですけれどもね、実はどうやらルリビタキのおそらくメスだったんではないかなとは思いますけれどもね、そしてね困った時に助けてくれるのがジョウビタキ今日の枝かぶりのジョビコさんですけれどもね、こういった時の撮影がねなかなかどうしようかなっていう迷うところなんですけれどもね、これはねオートフォーカスの撮影になってるんですが、微妙にちょっとピントが前後しているのがお分かりですかね。こういった時にねカメラの設定で、フォーカスポイントをね固定する操作があるそうです、ね、まあ設定いろいろしなければなりませんけれどもね、何分こうカメラの説明書を十分読み込まずにね、まあ、カメラに限らず、まあ、使ってしまうというねそういう悪癖があるんですけれどもね、カメラの説明書を十分読みますとねいろんな機能がね有効に使えると思うんですけれどもね、そういったことをしてないのでカメラの機能をまだおそらく10分の1もね使っていないとは思うんですけれどもね、まあそれでもこのように結構便利なモードといいますかね、鳥を撮影するのに便利なモードがありましてね、ほとんどその設定で何も考えずにシャッターを押したりね録画スイッチを押したりしている状態でございます。まあ、絵になるといいますかね状況に応じた撮影ができればいいんですけれどもね、散歩しておりますといろんな野鳥いろんなタイプの野鳥に出会いますのでね、どのような場面でも一番素早く対応できるのがそのモードではないかなということでね、そういったもので、一本やりでございますねほぼね、ですから仕上がり具合といいますのはねそれほど
見栄えのいいものでない場合もありますしね、ご覧いただいておりますのは静止画になるんですけれどもね、このチャンネルではね、できるだけ加工しない状態でね、ご覧いただきたいということで、静止画に関しましてはトリミングでやるとかね、色補正などは行っていないんですけれどもね、時々野鳥の識別であったりとかね、そういった場合には小さい画像を拡大してみたりとか、動画の方から静止画をね、切り出してみたりとかいうようなことはあるんですけれどもね、それとあまりにもこう逆光でね、何が映っていないかわからないような場合にはね、時々こう明るさを補正したりしている場合もありますけれどもね、できるだけこう野鳥との距離感といいますかね、そういったことをご覧いただきたいということと、まあカメラでね、どの程度の撮影ができるのかということをね、まあご覧いただいた方がいいのかなと思っております。この時のルリビタキムのオスもね、これどん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 近づいてきましてね、まあ近い時ですと1メートルもないぐらいのところまでね近づいてきて、そういった場合にね、かえってこう撮影が難しいというか、ピントが合わしづらいようなね、このルリビタキでもね、ほぼ1メートル50センチもないぐらいの距離なんですよね。こういったまあシルエットの状態もね、あえてこう残しながらねご紹介しておりますけれどもね、どちらかというとこう、まあ撮影の効果的にもね、ちょっと望遠を使った方がこのように背景がぼかすことができるというのかな、そういうこともあるのかもしれません。これはもうね、それほど意図的にやっているわけではなくってね、ほとんど構図とかそういったものはもうズームで決めてしまいますのでね、だいたい何ミリで撮影すれば効果的な映像がね、画像ができるのかというようなことは考えて撮影しているわけではないんですけれどもね、撮影する対象が今回のようにね、ほぼ決まっているような場合はね、あらかじめ何かそれに適したそのフォーカスモードにしろね、明るさであるとか、そういったまあレンズもね、どの程度の何ミリで撮影するのがいいのかっていうのを想定した方がいいのかもしれないんですけどもね、まあそういったことは一切行わずに、何も考えずに撮影しているっていうのがね現状でございます。また気が向いたらお越しください。そして今日はね、ルリビタキ、ジョビタキ、ありがとう。そして明日がより良い一日でありますように。